元キンプリヘイヤー仕様、エルジャポン、特別版表紙に登場、お帰りなさい、色気が飛び出て、反完性。ジャニーズの人気グループ、キングプリンス、キンプリ、の元メンバーで、俳優としても成功を収めている平野仕様、仕様、さんが、ファッション誌、エルジャパン、エルジャポン、の2023年11月号特別版の表紙に登場することが、 ファンの間で大きな話題となっています。この特別版は2023年11月28日に発売される予定です。平野紫耀さんは今年7月にジャニーズ事務所を退所し、滝沢秀明さんが設立した新たな芸能プロダクション、飛べに所属しています。彼のファンにとって、このエルジャパンの表紙登場は待ちに待った瞬間となりました。 平野さんはジャニーズ時代には数多くの雑誌でモデルとして活躍し、カバーガール大賞、メンズ部門を2019年から3年連続で受賞し、その実力を証明してきました。この特別版のエルジャパンにおいて、平野紫陽さんは初めて登場し、普ツブランド、ルイ・ヴィトン、ルイ・ヴィトンの秋物コレクションを着用したグラビアと、 彼の独占インタビューが掲載されます。彼はインタビューの中で会場で飛ぶようなコンサートはまだ日本でしかやったことがないので海外でトライしてみたい。日本のエンターテインメントの良さをちょっとずつでも広げていきたいですと語っています。このニュースは19日に情報解禁となり同時にネット書店での予約もスタートしました。SNS では特にツイッター。 旧ツイッターで、エルジャパン、など関連ワードがトレンド入りし、ファンからは、北、潮さん。世界一かっこいいです。紫輝くんカバーを帰りなさい。もう色気が本から死ぬほど飛び出てきて直視したら目やられるといった熱烈なコメントが相次いでいます。結論。平野潮さんがファッション誌、エルジャパンの特別版表紙に登場することで、彼のファンは大いに喜び。 彼の再出発を祝福しています。ジャニーズ時代からの実力派モデルとしてのキャリアを持ちながら、俳優としても成功を収めている平野紫耀さんの活動に今後も注目が集まりそうです。そして彼のコメントからは、日本のエンターテインメントを海外に広めるための意欲が感じられ、これからの活動にも期待が高まります。 エルジャパンの11月号特別版発売を楽しみに彼のさらなる活躍を期待しましょう。